ご褒美をあげると子どものやる気がなくなるはいどうもこんにちはライフスキルコーチのミスターカチですライフスキルの学校へようこそライフスキルの学校では親も子も楽になるゆるめる子育てをテーマに子育てを縛る間違ったルールを手放すコツや子どもを自立させる関わり方を紹介していますチャンネル登録よろしくねということで今回のテーマは子どもの 内発的モチベーションの高め方自分がやると決めたことを最後までやり抜く子は努力え夢中になってそして途中で投げ出してしまう子は努力します。やり抜く子は 内発的モチベーションで行動し投げ出す子は外発的モチベーションで行動します自分が決めたことを最後までやり抜くためには内発的モチベーションを高めてあげることが大切です ということで、えー、今回はね、内発的モチベーションと外発的モチベーションの違いを解説した上で、親としてどのように子供の内発的モチベーションを高めたらいいのかと、具体的な関わり方を紹介したいと思います。 はい。ということでね、えー、僕公式 LINE もやってまして、公式 LINE では親と子の自分軸を育てるための、えー、具体的なコーチングメソッドを26本の非公開動画でね、えー、解説してますので、概要欄からチェックしてみてください。そして、 やり抜く子と投げ出す子の習慣、えー。こちらの本ではね、親と子の自分軸を育てるための50の行動習慣を紹介しています。こちらも概要欄で紹介しています。はい、ということで、ということで、早速本題なんですけども、そもそもね、やる気と呼ばれるものには2種類あるっていうふうに言われています。はい、それをちょっと書いていきましょうかね。じゃーん、ということで、ね。1、えー、つが先ほどお伝えした通り、えー、内発的モチベーションと呼ばれるやつですね。 内発的。内発的モチベーション。そしてもう一つが外発的モチベーションですよね。外発的。外発的モチベーション。まあこれを両者がどのように違うのかっていうことなんですけども、まずはね、内発的モチベーション。これはね、とにかくやってみたいからやるってやつですよ。 なんでやってるんですかって聞いたらやってみたいからっていうこともうそれ以上理由がないんですね、まあ、楽しいからとかねそういうことなんですよ。 つまりやっていることそのものが楽しくて面白くて喜びになるんですね。やっていることそのものもがね。はい、なんかようわからんけどなんかえ、人の影を踏むのが楽しいとかね。石をひっくり返るのが面白いとかね。ルービックキューブをや,るやりだすと何時間もやってしまうとかね。虫を追いかけたりお絵描きに没頭したり誰に褒められなくてもご褒美がなくてもやっていることそのものが楽しいからやってしまうこれが内発的動機です。内発 的モチベーションと呼ばれるものですねでこちらどちらかというと、夢中っていう言葉が適切かもしれませんね。一旦スイッチ入ってしまうと、それをもう止められないって感じ。まあ、やり抜く子はこっちですね。内発的モチベーションで行動するって、やり抜く子ね。 一旦スイッチはまるともう誰の声も届かないもうその自分の世界に没入してしまってやってることその対象に自分の100%自分のすべてが注がれているいわゆる最高の集中状態ですねめちゃくちゃ集中していますね集中している状態、まあ、ストレスがなく不安もない状態ですねこれが内発,内発的モチベーションでございますとで一方こちらの 外発的モチベーションはというとこれは、えー、読んで字のごとく、えー、やってることそのものが楽しいというよりもそれをやることでのご褒美であったり罰を、えー、罰どんな感じや、えー、罰,罰を避けるご褒美を得る罰を避けるこの2点が大きいですね。 何かやっ,たやっていたらいいことがあるよねっていうご褒美がもらえるよねっていうことであったりそれをやらなかったら困ったことになるっていうこの2つが、えー、モチベーションとなって行動してしまうこ行動するパターンねこれが外発的モチベーションですね受験に合格するために勉強するとか昇級したいから練習するとかお父さんに怒られたくないからピアノに通うとかこういうタイプですねこちらは、えー、努力努力タイプ 努力,ね、努力型で、えー、この外発的なモチベーションが強くなってしまうと投げ出す子になってしまうと何をやっても続かない疲れてしまうんでね。 何をやっても続かないってことになります。投げ出す子ね。だから、えー、やり抜く子は内発的モチベーションが強くて、投げ出す子は外発的モチベーションが強いっていうイメージですかね。で、この内発的モチベーションと外発的モチベーション、どちらがいい悪いっていうのはないんです。どちらも悪くはない。ただ言えることは、この外発的モチベーションがこう、こうなってしまうと、ね、強くなってしまうと、この内発的モチベーションが 下に下がっていくんですね。いや、減少すなくなっていくんですようち。失われていくんですね。これ、心理学で言うと、アンダーマイニング効果と言われています。アンダーマイニング。アンダーマイニング効果と呼ばれているんですけども、要は、そのご褒美が得るから、もらえるからやるとか、怒られないからやるっていうふうにやっていると、ご褒美がもらえなくなったらやらないとか、怒られなくなったらやらないっていうことになるんですね。受験合格したから、もう勉強しなーいとか。 ご褒美をくれへんと宿題せえへんとかゲーム買ってくれたら英語の授業行くとかねねえなんだろう受験に合格したから勉強しないっていうのは結構あるあるパターンですよねあるあるですねあと これもある,あるやな好きなことを仕事にしたら嫌いになったっていうこと大好きな写真撮影それを、えー、趣味でやった時はものすごく楽しかったけどそれを仕事にしてお客さんの期待に応えてそしてお金をもらえる報酬のためにその仕事をやっていると、えー、写真撮影そのものが楽しくなっていくっていうパターンねその仕事をする前は自分がやりたかったからやってるつまり内発的モチベーションで、えー、カメラの撮影をしていた でもそれを仕事にしてしまったら、えー、外からの期待に応えないと報酬がもらえないということだから、自分がやりたい写真、自分撮りたい写真ではなくて、やりたいことではなくて、望まれていること、期待されていることに応えている。 そうすることで、趣味で、趣味で楽しかったことが楽しくなったっていうのは、こういうことですね。アンダーマイニング効果。これ、ご褒美をあげるってこともそうだし,し,し、厳しく叱りつけてやらせるってこともそうですね。これも外発的モチベーションですね。目標っていうのも、どちらかというとこうなんですよ。目標を立ててやるっていうのもこれ、これなんですよ。やってることそのものが楽しいんじゃなくて、目標を達成するためにそれが必要やからやるってこと。 なので、努力することも大事やし、目標を立てることも大事なんですね。でご褒美を与えるっていうのも、与え方によっていい、いいこともあるし、悪いこともあるんですよ。だから、外発的モチベーションであったり、外発的動機付きが悪いっていうわけではないんだけど、これがね、強くなりすぎて、先ほど言ったら、こういう、 アンダこういうふうにね、外発的モチベーションが強くなってくると、アンダーマイニング効果で、こ内発的モチベーションが下がっていくよというとことだから、やっぱり、えー、注意が必要だよねっていうこと、プラス、この内発的モチベーションを高めるための関わり、ここを高めるための関わりが大事だよねってことですね。 で、うちの教室ではね、あの、夢中になるだから学べるっていうことをコンセプトに、とにかく夢中にさせる。夢中になれるような環境を作るっていうことをもう全力でこの10年間徹底して研究し、実践してきましたと。ね、やっぱり夢中になったりるときっていうのは失敗を恐れずに行動するんですよ。もっとやりたいからやるんですよ。もっと知りたいから自分で調べるんですね。で、えー、仲間と協力し合って、もちろん喧嘩することもある。でもそれを諦めないんですね。 喧嘩したからといってこの1分半のタイムアウトの中で何か一つ作戦を作るってことを諦めないんですよ。だって勝ちたいからもっと楽しくやりたいからねだから夢中になって,る時っているうのはものすごく学びもあるしすごい集中状態だからいろんなことが学びいろんなことを覚えることができたりいろんな発見があったりいろんな学びがあるプラス夢中になっている時そのものが幸せなんですね。 もうその大好きなことに没入している瞬間自分の最高のパフォーマンスを発揮しているいわゆるフロー状態と言われてるんですけどその状態になっている時っていうのはもう最も幸せを感じると言われてるんですねフロー理論とも言われてますけど本日はねこのお話をフロー理論の話をするんですけどフローになっている状態がもう最も人間の、えー、最大の幸福が得られるっていうふうにね研究されている学者もいましたねこの内発的モチベーションで突き動かされている時に喜びを感じて幸せを感じて心が満たれてる 満されていくということなのでね、子供の生きる力を高めるためにも学習効果を上げるためにもやはりこの内発的モチベーションを高めるための関わり方が大切ですではどのように子供と関わったら子供の内発的モチベーションが高まるのでしょうかね、ここからが本題ですよねはいちょっと水飲みますね水飲ましてください はい。ということでね。今回は内発的モチベーションを高めるための方法としてね。心理学者のチクセンとミハイ教授が提唱しているフロー理論を紹介したいと思います。フロー理論っていうのは先ほどお伝えした通り、人間がどんな時に最も幸福感を得られるのかっていうのを、えー、研究されていた、えー、研究してたんですよ。この,ふあのチクセンとミハイ教授がね。その中で、やっぱりスポーツ選手もそうだし、アーティストもそうだし、えー、歌い手さんもそう。 仕事を頑張ってる方もそうやし、えー、いろんな方にインタビューした結果、やっぱり最高の自分が発揮できている時。 ね、えー、あのスポーツで言うと、最も最高なピークパフォーマンスっていうんですけど、ピークパフォーマンスが発揮できていた時に幸福感が得られるっていう風な、えー、結果が得られたと。じゃあ、どのようにしてそのフローの状態、いわゆる内発的モチベーションに突き動かされて、えー、最高の自分が表現できるのかということを研究したのが、このフロー理論なんですね。その中で今日は、ね、いっぱいあるんですけど、3つだけ紹介したいと思います。三つね。まず1つ目。これはもうシンプルです。 不快をシャットアウトするね不快をシャットアウトするね不快っていうのは不安であったり恐れであったり緊張であったり心配ですよね 心配こういう感情があると、やっぱり今やるべきこの、この1点に力が注げないわけじゃないですか。こっち側に行ってしまうわけでしょこっち側に不安を解消する方にエネルギーが行ってしまって、ここに注がれないんですよ、ここに。この1点に注がれないんですね。なので、なので、この不快をシャットアウトする。もう具体的に言うと、不安っていうのをしっかり言葉にして、外に、外に出すってことが大事ね。言語化する。言語化して外に出す。 お手伝いをするということね、えー、なんか気になってることがあるとか、友達に演奏を聞かれるのは恥ずかしいのって、そのような問いかけをして、子どもの頭の中にあるこういう不快っていうのを言葉にして、外に吐き出させてあげる。そうすることで、今やるべきここのゴールにエネルギーが注げるようになるんですね、ここにね、エネルギーがね。はい、で、えー、不快っていうのはそういう感情だけじゃなくて、あとはその、なんだろうな、テレビとか、スマホとかね、漫画とか。 ゲームとかね、えー、そういうものもですねそういうものがあるとやっぱ気が散ってしまって、えー、集中できないということなのでそういうものも片付けるということも大事ですねそれは子供にさせるのか親,親がするのかっていうのはまたそこもね、えー、子供と話し合って決めたらいいんじゃないかなと思います、えー、子供の内発的モチベーションを高めるための2つ目の方法が子供に適した 難易度これ難易度ってすごい大事ですよね難しすぎてももうええわって諦めてしまうし簡単すぎても飽きてしまうということでねどの難易度がいいのかってもちろん一人一人違います ねえー、っと心理学者の、ね、アトキンソンさんという方がやる気と難易度の関係を調べたそうなんですね小学生を対象に実験したところ成功確率が 50%50% 50ぐらいの確率でうまくいくなと思った時にやる気がぐんと上がるっていう、えー、データが出たそうです、まあ、これ人それぞれですよ僕の場合はもうそ難易度関係ないです難易度というよりもだろうな自分がやりたいかどうか、うんそ,れをえー、それをやることを にに執着ででききるるかかかかとととそれにちゃんと没入できるかとか難易度っていうことは全く関係ないからだから難易度がめっちゃ難しい100%難しかったとしても僕は本当にやりたいことやったらやりたいことやったらやりますこれやりたいことやったねでもそれ人それぞれなんですよこれ僕なんです100%でもやるけどえ難易度が難しかったらやらへんっていう人もおるからえ10%ぐらいの難易度でやったらいいっていう。 A 君もいいるととうここなんですねこれ人それぞれなので子供に子供の自己肯定感であったり子供のスキルであったり子供のなんか性格とかを見ながらねどれぐらいの難易度だったら子供がやる気がる出てくるのかなっていうのを、ね、観察しながら子供と一緒に難易度を決めていくっていうのも大切ななのかなと思いますそして最後、まあ、これがねもう一番重要なんですけど親が夢中になるということね。 やっぱりね、あのー、非認知能力とやる気っていうのは目に見えない部分、いわゆる非認知能力じゃないですか。ね、そういうモチベーションとかね、内的エネルギーっていうのは、そういう非認知能力であったり、目に見えないものであったり、エネルギーであったり、人間力を高めるためにはね、目に見えない、なんだろう、う目に見えないエネルギーで接すること、もっと言えば、人間力は人間力でしか育てられないって僕は思っていて、ね、えー、口でこうやったらいいよではなくて、その、 人間として生きている様を見せつけるというか、見,見,る見,せ,る見せるというか、その自分の生き様を持って、えー、生き様を表現することで、その生き様をね、日々子供たちはそのメッセージを受け取っているわけじゃないですか、ね。なので、口で何かを言う大事ですよ。声がけ大事なんですよ。それよりも行動の方が影響あるし、行動よりも生き様であったり生き方の方が子供に影響するんですね。なので、 子供に夢中になってほしいんやったら、親が夢中になる。子供に向けてるエネルギー、子供に向けてる関心や、え、えー、矢印を自分の心に向ける。で、ちょっとでも自分の心がやりたいなと思ったことがあったら、一歩動いてみるってことね。そう、矢印を、ね、自分の中のこの矢印を、子供に、子供に向けるんじゃなくて、ね、子供に向けるんじゃなくて、自分のここの、心に矢印を向ける。 自分がなんかちょっとやってみたいなと思ったことをやってみる、頭に向けたら、そうやって、えー、意味あるのとかね、意味あるのとか、役に立つのとかね、お金稼げるのって、そういう言葉が出てくるわけじゃないですか。ね こういう質問に答えられないと頭は納得してくれないわけでしょだから頭に頭に矢印を向けるんじゃなくて心に矢印を向けてで心がブル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 って震えたら一歩踏み出してみるということなんですね一歩踏み出してみるもちろんリスクある、ね、高額商品を買えって言ってるわけじゃないですよ、ね、自分の身の丈に合った自分の中で使える範囲内の時間であったり使える範囲内のお金であったりエネルギーの中でねその範囲の中で、えー、自分の心の中でできると思ったことはどんどんやってみるということね やその自分の心が動いたことをやってみる、それがね、自分の内発的モチベーションなんですよ。ね、内発的モチベーションを叶えていくということ、ね、行動していくということ、そう,いう,そうすることで、親も夢中になれると思います。で、その姿を見て、親がね、あこれ楽しいって、これ楽しいってやっていたらね、子供も親がやってることに関心を持ったりね、ねあ僕もなんかやりたいことを見つけたいっていうふうに、エネルギーが自分の心の中に向くようになるんですね。 はい、なので親が夢中になるってことはすごく大事なことなんじゃないかなって僕は考えてます。はいということでね今日はね、えー、内発的モチベーションを高めるための具体的な方法を心理学者の筑とミハイ教授が提唱するフローリゾーの中から3つ紹介させていただきました。1 外をシャットアウトする感情の不安とか恐れ、それを外に出してあげる、言語化してあげるであったり、外側にあるその環境ですね、学習環境、テレビがある、スマホ、ゲームで散らかっているとかいうものをちょっと整えてあげるということ、取り除いてあげるということ、これが1つ目。2つ目は子供に適した難易度を設定する。これを人質、子供によって全然違います。ただ言えることはやり始め、一番最初の時っては一番こう壁が大きいわけじゃないですか。最初の1本目はね。最初の1本目は できるだけ、えー、難易度がが低い方がいいいい方んじゃないかなかと思います、はい、で3つ目は親が夢中になると、えー、親が自分の心に矢印を向けて、えー、心が動いた瞬間に一歩踏み出してみるとそうすることで子どもも夢中になる喜びだったり夢中になる楽しさであったりあ僕も何かやりたいことを見つけたいなってなって一歩、えー、子どもも自分の心に矢印を向けるようになるここの子どもの心の声を聞くようになるんですね自分の興味とか好奇心とか関心とかねそっちの方に矢印を向ける。 えー、親がどう思うのかなとか、友達に嫌われへんのかなって、外側にアンテナを向けるんじゃなくて、それも大事ですよ。大事なんだけれども、特に子供の時は自分の心にアンテナを向けて、自分の興味あることであったり、自分の関心っていうことを自分で知るということがね、ものすごく大事で。で、それを知るためにはやっぱりやってみないと分かんないですね。行動してみないと分からないから。だから自分の心の声にアンテナを向けて、そして心を動いた瞬間にとにかくいろんなことをやってみるという、そういうね、五感を刺激するようなアクティビティだったり、体験っていうのが、子供の 知的好奇心を、ね、満たして知的、えー、それが、えー、ゆくゆくは子どもの才能を開発することにつな、えー、がっていきますので、えー、親が夢中になるということはすごく大事なんじゃないかなと思っておりますはいということでということで今日はね、えー、子どもの内発的モチベーションの高め方について解説しましたえー、っとこの番組ではね、えー、っと親も子も楽になる緩める子育てを紹介していますえー、興味を持たれた方は今すぐチャンネル登録ボタンポチッポチって押していただけたら嬉しいですでおかち公式 LINE もやってます公式 LINE ではね子育てを頑張るお父さんお母さんに向けて子育てが少しでもゆる緩まるような、ね、頑張らなくてうまくいくそんな子育て法であったりコーチング術であったり子供との関わり方をね26本の非公開動画でね紹介していますので、えー、概要欄から登録して、えー、早速そのプレゼントを受け取ってみてくださいということでございますということで今日は以上でしょうか I am a starYou are a star 自ら輝けば世界は輝くワンダフーな一日を お過ごしください。バイバーイ。